さあそれでは今日の試合のハイライト見ていきましょう。今日の試合はライオンズフェスティバルズ2021、2年ぶりの開催です。試合前は始球式ユリアンさんがねこうやって投げてくれました。ナイストライ、ありがとうございました。そして山川との画面上のツーショット、先発松本です。立ち上がり先頭バッターの荻野に対しての2球目ストレート、ストレート、その2球目がホームランでした。この辺りでさあ今日のストレートどうかなという展開にまたこの後入っていくんですかね。そうですね、あまりとも簡単にホームラン打たれましたんでね、はい、でなおもランナー置きながらツーナッシング追い込んでからの3球目のレアード右中間です。これもストレートでした。タイムリーツーベースで2点目、2回です。ここがビッグイニングになったシーン、満塁の場面で押し出しのフォアボールの中村、なかなかちょっと登板でストライクが取れなかったですね。やっぱり本来本人が一番ストレートが得意なボールですから、それがやはりこうよくない中で考えすぎましたよね、うん、マーティンにはこのスライダー持ってかれました。これもストライク取ったら2球目ですから、やっぱボールを投げる余裕が欲しかったかなと思いますよね。21号満塁ホームランです。7対0になります。そして先発岩下、満塁の場面でバッターは栗山、この時点ではまだ0対7という7点のビハインドから、まずはこの栗山ストレートを捉えました。4回です。3回4回とマウンドにそのまま上がったんですが0点に抑えました。結果的にはこの4回でマウンドに行った松本、5回です。ノーアウトランナー2塁1塁から中村拓也がアウトコース、右方向でした。完璧な当たりがスタンドまであっという間に飛び込んでいきます。これで7対5となります。7回です。ヤレット5番手、今日はこのストレートとそして左バッターのアウトコースへのフォークボール、はい、非常に今日は腕を振り出てきっちり手を投げていましたよね。今日は安心感抜群でしたね、そう思いますね。8回です。今日ハッピーバースデー23歳になった水谷がマウンドで上がります。先頭のエチェバリア、レフトへのライナーでした。そしてランナーを置いている場面で山川のこの守備、バウンドよく合わせました。そしてベースカバー、キープでいきます。8回です。マリンズは4番手、佐々木、ランナーは来る追い込んですが海の山川は三振、代打サンデンバーグ、カーブで最後は三振を取りました。最後のカーブは意表をつく球種でした。9回です。増田がマウンドに上がってこの回は金子からだったんですが、代打の岸、その岸が代打一発、こういうところでホームランが打てるんですからね、やっぱいいバッターだと思いますよ。今シーズンの5本目、1点差に迫って今もランナーは1人追い込んですが、最後のバッター中村拓也スリーアウトの三振で試合終了。7対6、マリンズが勝利のゲームでした。